はい、おはこん、さつま、うしみでごわす。今回もやってまいりました。覚えておいてもいいはずな、カゴンマ弁シリーズでごわす。まあ、これ覚えておくと、カゴンマに行くときに便利かもしれないでごわすね。というふうにもやっております。多分ですけどね。一つ目の方言でごわすが、これはまあ非常にシンプルで、こん、ありがとう、下げますは、ありがとうございました。という意味で、まあ、声はカゴンマでよく聞くことがあるんですよね。まあ、思うんですけどもね。まあ、ごわすよりはよく聞く方言でごわすね。モスはごわすより聞きモス。二つ目でごわすけども、これは長く住んでいる人じゃないと聞かん方言ですけども、こん、ずんだれは、だらしないという意味の方言で、例文的には、んやー、あんやっちゃほんにずんだれだ。的な感じで使われてるみたいですね。まあ、ずんだれというと、まあ、だらしない的な意味なんですけども、まあ、住んでると本当によく聞くんですよね、ずんだれは。まあ、ずんだれと学校してると見た目が良くないですからね。気をつけていかんですね。最後になります方言ですが、これもよく聞く方言なんですけども、こん、んだもしたんは、あらやだ、そうなのなどの意味の方言で、これはこれよく聞く方言ですね。まあ、例文的には、んだもしたん、どげんしたもんじゃろかい、みたいな感じで使いますね。まあ、外国語っぽく言うと、んだもしたん、となりますね。んだもしたん。